オイルインライフ始まりました。イエーイ。はい、今夜はゲストに甲田良一さんをお迎えしてお送りする、はい、ボリューム52です。イエイ。ファーストアルバム甲田良一のプロデュースを務めた高野勲さんとのアンサンブルも必見ですよ。必見です。そしてなんと番組からお知らせがあります。お、はい、この度オイル公式、はい、ツイッターアカウントが始まりました。イエーイ。できました。そしてアカウントはこちら、よいしょ、見えるかな、オイルインライフ。はい、番組中にも、うん、あのどんどんタイムラインにですね、あのツイートしていくので、うん、皆さんぜひあのフォローですか、してください。ゲストの情報や今までの出演者の皆さんの情報などどんどん告知していきます。はい、ではめぐみんさん、いきますか。いきますか。せーの、オイルインライフボリューム52リフレッションナイト始まるよ。はい、ということで始まりました、オイルインライフボリューム52です。はい、どうも津田大輔です。シシドルミです。はい、あ、ほぼ1ヶ月ぶりの僕は出演ですけど、はい、はい、お願いします。はい、ミミンのめぐみんことエビのめぐみです。あ、よく言えた、練習通りやっと言えた。はい、同じくともみんこと、ちょっとともみんこと山崎ともみです。はい、52回もやっててまだこの素人臭さが抜けない。恐ろしいですね。学芸会ですかね。フレッシュです。いつも常にフレッシュです。津田さんの真似してプリンちゃんなのに。そうなんです。私もここまでプリンにしたのに、うん、津田さんなら今日は、はい、今日はさっきまで染めてきました。どうやか、いやいやいや、別にどうや顔じゃなくて、もう行かないと、もう今日今週行くところがないなと思って、あらゆる仕事をぶっちぎって、はいはい、最近また本が、うん、あ、そうなんですよ、結構立て続けに出ますね。はい、そうなんですよ、うん、去年の11月に出したんですけど、これは新刊ですね。うんうん、はい、タイトルが、タイトルが、ツイート&シャウトという、うん、面白いね。まあまあ、ビートルズのツイート&シャウトのパクリですけど、ね。はい、まあそういう感じで、まあなんか、ずっと連載をいろんなところでやっていたものを、うん、音楽系の話をまとめた、まあまあ、あのオイルを楽しくね見ている方には多分、そうですね、音楽これも楽しんでもらえるんじゃないですかね。うんうん、まあ久しぶりにまた、あの2010年に未来型サバイバル音楽論という本を出したんですけど、はい、まあ、それの続編的な内容というか、ね、あ、そうなんですね。まあまあ、あのここ10年ぐらいの、ね、音楽のまとめだったりとか、 あとはなんかこの書き取り下ろしのインタビューだとか、まあ、なんかあの雑誌の連載とか、取り下ろしのグラビアかな。グラビアはないです。グラビアはないですが、グラビアの、はい、ないで、スペースシャワーブックスさんから出てますんで、皆さんよかったらね、はい、お買い物でいいお求めいただければ、ね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、電子書籍も出てますんで。あ、そうなんです。それはおまけついてるの。電子書籍 おまけはついてない。今言っちゃったんですよ。おめこはついてないですけど、おまけもおめこもついてないですけど、ついてないんですけれども、はい、安いです。600円で、Kindle で、本は950円、はい、電子書籍の方は、はい、600円で売ってますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。スタッフ受けすぎです。はい、はい、最近近況なんかありますか。私ですか。うん、最近ですね、うん、あの海外ドラマにちょっとハマっていて、あのでも普通のすごいです。私海外ドラマの、はい、ロストとか24とか今更違います。あのなんかグリーン、違う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 、なんか
兄弟が悪霊を退散していく。いやいや、タイトル名を言えばいい。むしろその内容じゃなくて、内容じゃなくてタイトルで、タイトルをバンって言って、こういう話なんですけど超面白いんで皆さんもどうですかっていう、そういう。11話まで見たんですけど、今ちょっとすごい度忘れしてて信じられない。でもそれをすごい字幕、吹き替えじゃなくて字幕で見てるんですよ、うん、なんですごい英語の勉強にもなって、最近その英語が喋れるようになってんの。なりました。海外ドラマを見るだけで。海外ドラマを見ると、あ、だって字幕を消してるわけじゃないんでしょ。そうですよ。消してある程度話が分かるようになるんだったら勉強になるけど、このこういう言葉は、あ、こういう英語なんだなっていうのすごい勉強になって。でも結構ね、訳す人によって全然違うから、うん、いや絶対字幕より吹き替えの方がいいよ。吹き替えの方がドラマとしてはちゃんと楽しめるよ。しかもともみ的に仕事のこう勉強にもなるよね。確かにそうなんですけど。そうです。最近あの覚えた英語が、うん、言って、カメラに向かってどうぞ。すごい、どうしよう。何だったっけかな、もうダメだ。それが思い出せない。今日ダメだ、すごいド忘れしてる。あ、ダメです、めぐみさん、ちょっとよろしくお願いします。置いといて、ちょっと考えといて、はい、じゃあめぐみちゃん。私は最近レコーディングをしましたね。しました、うんうん、はい、今なんかあのやってるんですけど、はい、ちょっと新しいジャンルといいますか、はい、どんなノリですかね。デンデンディ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 ンみたいな、ちょっとジャズですね。あ、ジャズね。ジャズだったんだろう。そうなの、そうなの。ツージャーですか。今まで、あ、ツージャー知ってるんですか。ジャズはなんか文字ツージャーってなんかジャズの人がもともとひっくり返すみたいな。そうそう、業界用語はジャズの人が始めたみたいな、ね、それを最近知って、うん、そうなんです。新しいジャンルの歌に挑戦してレコーディングしてます、はい、あの、はい、オイルでゲストに出てくれた6センチの中原くんとか、うん、あと堀下さゆりちゃんとかに曲を書いてもらってやってます。思い出しました、英語。あ、わかった。はい、じゃあカメラに向かってお願いします。はい、なんか、うん、その、うん、結構悪霊とかが出てくるドラマなんで、はい、結構この OK It's OK It's OK Yeah It's OK って大丈夫よ大丈夫よっていうのをIt's okay っていうのを知って、すっごいいっぱい出てくるんです、 It's okay が。ああ It's okay, It's okay, 大丈夫、大丈夫よ、心配しないねっていう単語がすごい出てきて、あ、これは日常でも使えるなと思ったんですけど、ああ、めぐみ、It's okay, めぐみ、It's okay。ね、okay。どうしよう。なんかすごいさっきから見てて、すごいあのキャバクラっぽくなってて、ずっとなんかしかも六本木じゃなくて、ね、六本木じゃなくて錦糸町とかにいそうな錦糸町のキャバクラ嬢だなっていうふうにずっと思ってて、お母さんに謝ってください。それはすごい錦糸町っぽいなと思って。女として見てるよ。あ、え、困ります。ちょっと困ります。まあ錦糸町のキャバクラに行ったことはないんですけど、僕のイメージだと錦糸町のキャバクラかなっていうね。ちょっとこの感じがなんかあったじゃない。どうですか。なんかあの、本当ひどい番組。ひどい、ひどい番組ですよ、これ。せっかくのペイズリー柄がちょっと先に進めましょう。はい、はい、すいませんね、お待たせしちゃいましてね。はい、今日のゲストはですね、ゲストですよ、はい、高田良一くんが来てくれました、はい、うん、すごいずっと立たせっぱなしですそうそうそう、はい、早速一曲やってもらいたいと思います。お願いします。お願いします。お願いします。悲しみを感じるの。
と争いを繰り返す本当は誰も皆その悲しみの意味を知る愛こちらへ。はい。はい。映ってないよ。映ってない。あらら。改めまして、本日のゲスト幸田龍一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんかね、ちょっと、久しぶりのね、映像系っていうか。ユーストリームは出たことないですか？でも、自分のラジオの方で、配信はしてるんですけど、こういうなんか、番組っていうのは、テレビみたいな感じ、テレビみたいな感じは初めてなんで、ちょっと歌ってて、ちょっと後ろに倒れそうになりましたね。ちょっと貧血を起こしそうになって。クロマキーだしね、後ろどこまであるか分かんない。たまにあるんですよ、ライブで。ちょっと食べた方がいいよ。食べ過ぎだよ。よく言われるんですよ。そうなんです。まあ今日ちょっといろいろお悩み相談とか、そうなんですか？いきなりこんな僕は悩みを相談されないのが悩みなんで、そうだね、僕はねウィンウィンですね。僕もどんどん悩みを打ち明けたい人なんで、そうなんですね。ちょっと人見知りなんで、
ちょっと先ほどちょっとねあのずっと一人でぼあごめんね一人ぼっちにしていやあの好きなんですけどそういうのもでもなんかねちょっとそういう辺のちょっと人間改革をね、うん、ちょっとこれからしていきたいなと思って、まあ、でもなんかねそういう、はい、あの自分で家にこもっていろいろ考えたりとかしないとね、うん、シンガーソングライターとかならないですよ ね基本的にねですよねでも引きこもりすぎなんで、うん、あそうなんですねあんまり 外に出ないんですよ土日とか休日とかなんかある時はもう、まあ、休みの日はもうずっと家っていうか家が好きなんですよねあ家が自分で、うん、別にテレビをつけるわけでもないんですよね、はいはいはいなんかぼーっとしてぼーっと何してんのぼーっとゴロゴロぼーっとゴロゴロえ、うんうん、いつからそんな感じなんですか子供の頃からいやあのですね僕18の時にあの山口県下関っていうところからあフグでおなじみやっぱり下関はフグなんですかねフグでもあの下関のまあ、巷ではあのフグのことをフグって読むんですフグフグ縁起がいいからあなるほどフグ食べるってでも僕あのトラフグとか10万円するんですけど、高いんですよね、うん、食べたことないんですよだから普通のないないないスーパーとかに売ってるフグ、うん、でもそれでも美味しいんです、うん、家に帰ると絶対あの母ちゃんがフグを、うんうんうん、フグの刺身、唐揚げとか出してくれるお母さんがやっていいのそうですあの今ねあもう毒抜きはしてるんですあしてあるやつ毒抜きしてあるやつが切り身みたいな感じで売られていたやつをってことじゃないですか、ねそれをね食べるのがね、うん、すごく幸せで1年に1回は実家に帰れるんですけども港町ですもんね島ですねそうですね、下関といえばフグとソープ貝っていうね、うん、あそうなんですかソープ貝ありますね確か僕ねそこら辺分かんないですなんかだから港だからね港だから結構なんか来てそう、ね、そうそうそうすごくね、昔栄えてたっていうか、うん、港町なん で, で、ね、あとこう丸派ですよねあの横浜の太陽ホエールズが本拠地っていうか、うん、あの野球のね、うん、そうなんですいろいろ歴史もあるんですよね、うん、源流島じゃない巌流島ですね、うん武蔵と小次郎がこう決闘したとことか、うん、あとまた歴史的にもね長州藩だから歴史ねそうなんです源氏と平氏が戦った源平合戦とか、うんはいはいはい、いろいろございましてね、うん、早く僕も歴史に乗りたいなとおそれですいません大きなこと言っちゃいました。でも最初下関にはいつまで行ったんですかじゃあ僕は、高校生までですね。お高校生まで行って ずっと下関ですか。いや、本当は生まれは2歳ぐらいまで記憶はないんですけどもあの愛知県の豊川あ豊川でおぎゃーしておじゃあ そのしおんさんと一緒ですね。あ監督のそうなんですか。あの方って豊川ですね確かに。僕まだねちょっとな豊川の方にはお会いしたことないんで、ね、あそうなんですね。だから豊川にも行ったことないっていうか、まあ、でも記憶がないですね。はい、あじゃあ出身はって言われると愛知県出身ってあのですねそこがね難しいですよねこれね。だからちょっと本当にも申し訳ないんですけどこう名古屋に行った時はあの豊川で生まれましたっていうああネタにするんだけれども、まあ、基本的にでも故郷みたいな感じで言うとやっぱ下関って感じですね。そうですねもう長いですね。プロフィールとかではじゃあ山口県出身下関出身で行ってますね、うん、そうですよね、はい、でももう十何年も経つんでこっちに出てきてもうこっちが地元になる東京が地元になるぐらいなんですよ。そうですよね、はい、僕もだから東京都出身なんですけど、うん母親が長野の上田っていうところ出身 で、はい、でそうするとあの里帰り出産 で、はい、でそれで向こうの上田市の病院で生まれてるか ら、うんうんうん、だから生まれは厳密には長野なんだけどでもなんか東京都出身みたいな結構微妙なとこなんですけ ど、 なるほど、うん、だからあのそうなんですよね。だから悩み事って今ずっと思ってたんですけど何をこう何から話していいのかなって今子供の頃からでもあれ人見知りですもんねまず。そうですね人見知りっていうかあの人混みっていうかあの、まあ、満員電車とかも苦手なんですけど。じゃあ東京に初めて来たのいつですか。18修学旅行とかでもなかったんですか。北海道でした、ね、あそうなんですね。じゃあ東京に本当に物理的に足を最初に踏み入れたのっていつですか。誰もあの知り合いもおらず、うん、あのまあ元バンドをやってたんでその時のメンバーも一人いたんですけどそのことをこう出てきてもう一からっていうか。そうだ最初は最初東京来た時じゃあ東京駅ですか品川ですね浜松町、はい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 、モノレールですかね。あじゃあ飛行機です山口宇部空港。いや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 お金持ってる。いやいやもうその辺は僕
のお金じゃなかったので、まあ、飛行機でじゃあ羽田空港にまず降り立ってそこからモノレールで初めてそうですね、うん、もう14年前ぐらいですかまだまだなんていうんですかギャルがすごいギャルとかガングロギャルとかそうガングロギャルがいっぱいいましたね渋谷とかに渋谷とか山手線乗ってて、山手線にいた、はい、浜松町に降りて浜松町から渋谷に向かおうということで山手線乗ってその時に黒いギャルの方たちガングロがいたそういきなりいたんですよだから僕その相方とこう下関弁をこう最初はずっと話してたんですけどそのギャルを見た途端だよねっていうなんとかっちゃっていう話をくんねすごいっちゃねみたいな話をしてたんですけどそういう方が見たらもうすぐちょっと俺らもちょっと都会ぶんないとじゃあ小田さんの一番最初 の東京の記憶っていうのはガングルギャルそうですねそこが一番それから渋谷行って、まあ、不動産屋さんとか回ろうっていう話をしてたんですけどまずはでも、まあ、109に行こうっていう話になって109に入ったんですけど2秒ぐらいでもうそうだよね男の人はちょっと無理みたいな、うん、一度は入ってみようと思ったんですけど、うん、あの空間本当に素晴らしくてちょっと待ってくださいそれでも、うん、それで不動産屋回ろうってことは、うん、東京に来たはいいものの、はい、別に先に住むところを決めたとかそういうわけでもなくでもないですよ、最初にでも一回帰ってまた、はい、であなるほど、ね、決めてそうか決めるためにまず最初に来たっていうねそうなんですだからいろいろありました本当に渋谷に降り立った時に渋谷の高架下っていうかあの辺歩いてたら、うん、いきなり外国人の人がうわーって走ってるんですよでその後ろから割烹着っていうかなんかレストランみたいなはいはい、こういうのあるじゃないですか、うん、コックさんの人が追いかけてたじゃあ食い逃げいや僕ねそれドラマと思ったんですよ渋谷だからドラマの撮影がこれが東京すげえなと思ったら思ってパッと見てたら誰もなんかカメラもないし本物の食い逃げあうわすっげえガングロの食い逃げガングロ得意すごいもうその日いろいろ見ました本当にだから東京ってすげえなーって、うん、もうそれからまあ僕もねなんだかんだ十何年いますからもうそれが当たり前っていうか初めて住んだ場所はどこだったんですか池袋ですねあ池袋なんですか椎名町っていうところ分かりますか僕は地元池袋だったあそうなんですか東京の北区の南端が、はい、端の滝野川ってとこにいたが実家だったんでいやなんか分かんないですけど池袋、まあ、まずはちょっと池袋に住んでみて、まあ、ゲットシティだね池袋にパルコって、うん あそこの近くにトンネルがあるんですよ、はいはい、ウィーロードウィーロードねあそこでアバロードじゃなくなぜかウィーロードっていうねそうみんな突っ込みながらウィーロードねそこでずっと弾き語り あそこはいや違う違う弾き語りのメッカだからそうなんだ必ず通ると誰かやってるんで あそこでやってて機材がいらなくもうトンネルの中だから、はいはい、響くし響くんですよそうでもめっちゃ狭いんですよ、うん、このそうなんだそうだから人がぐわーって歩いてる向こう側に聞いてくれる人たちがいるじゃあそれは何年ぐらいに東京に来たのそうですね14年前ですか13年前かうんうん、うんそうですね、だから何だそれだと13年前だから2000年ぐらいってことですね、そうですね2000年ぐらい撮りましたかね多分撮ってる気がしますねあそこでもしょっちゅうやってましたねあそこをまあ中心にやってたんですけどでも俺らはやっぱりこう夢を追ってきてプロになるんだっていう気持ちで来たのでここでやっててもしょうがないって言って、うん、じゃあまずちょっと人がもっといるところ新宿行こうって新宿の歌舞伎町でやったんです。でも歌舞伎町でやったらねちょっと怖い方たちも、ね、怖いとこばっかりで、ね、これ行ったら結構それは、うん、そうなるでしょう。なりました、うんはい、だからもう無理と思ってでそれからちょっともうちょっと考えようって言ってよくよく考えたら六本木でやろうっていう話また怖いとこ、でも六本木でやったら絶対業界の人たくさんいるんだろうなそれもう安易な簡単なもう単純な発想から行ったんですよ、はいはいはい、で芋洗坂っていうのがありまして あそこのところにスイートベージルっていうライブハウスっていうかライブレストランみたいなのがよくガイテラさんが来るところなんですけど、うんうん、そこの前で前でずっともう夜から朝までとかずっと弾き語りをしててで こう名刺とかいろいろ置いてくれてレコード会社の人がそうですでそこからがデビューのきっかけっていうかあそうなんですね、はい、そこで声かけられて池袋新宿六本木行ってきたのがそれが構想してそうなんですでももともとじゃあ音楽とかやり始めたのはいつぐらいなんですか音楽は、中学校の時に、バンドっていうか歌いたいなと文化祭で歌いたいな、うん、単純にモテたいっ
うん、まあまあそうですよ、ね、何もしなくてもモテるんじゃない。世の 99% の男子はモテたいからね。そうなんです。もう何か僕ね、あの催し物っていうか大好きで、もう小学校の頃からあの体育祭とかある運動会とかあると、うん、応援団長とか、うん、もう目立ちたがり屋だったんで。でもリア充じゃないですか、そういう話を聞くと、うん、リア充でね、うん、絶対あのチョコとかめっちゃもらってたタイプ。いやいや僕ね、あのね一回ちょっとね小学校の時にもうクラスのみんなからっていうか女子から絶対もらいたいと思って一人一人にちょっとチョコ明日もらお願いした。お願いしちゃったんです。でもそのお願いは功を奏したんですか。そうです。次の日っていうかもうちゃんと全、うん、もうクラスの女子からみんなから。すげえ。そう。人気者じゃないですか。いやいやいや、そっからいじめられて、なんであいつみたいな目立ちたがりじゃんっつって。なるほどね。そうなん。そっから僕は心を閉ざし。でもまあでも歌を始めて、はい、心は閉ざしたんだけどでも文化祭で歌はやろうと。もうそうです。そこがなんか一番気持ちいいかな。でも文化祭でそうやって歌って。でお客さん、まあ、生徒とかがね見て、でもなんかそれでまた、うん、そこがなんか僕の交流っていうか、うん、コミュニケーションできるっていうのが、はいはいはい、話下手なので、うん、なんかめっちゃ喋ってるよ今、うん、全然別に今話下手だっていう印象がまあナッシングなんですけど本当ですか。めちゃくちゃもう話下手です僕、うん、たまに、まあ、声もちっちゃいってもう今ちょっとオンなので声ちょっと張り上げてるんですけども、うん、めちゃくちゃ声ちっちゃくてよくあの一緒にこうコンビニとかあの店員さんとかにはいはいって言われたり日常的にはもっとすごいオフなすごいちっちゃいですね。じゃ割とオンオフがはっきりしてるタイプなんですね。最近やっとできるようになりましたね。もうずっとオンが続いてて、うん、でそれでまあ音楽やり始めて、はい、じゃあ高校とかでバンドとかも組んでそうですねバンド組んで、まあ、そこで味を占めてこれ音楽でこうプロになったらいいなっていうのがなれるんじゃないか自分には才能があるんじゃないかみたいなのを思い始めてそうなんですよ、モテたいっていうところからまた違うなんか感情になってきて、うん、そういう時って何を聞いてたんですか音楽的には僕はあの頃はフォークソングよく聞いてましたね。うちの母親がフォークソング大好きだったので、はい、あそうなんですね。なんでまたどういうフォークソングのまあ吉田拓郎さんとか井上陽水さんとかもうあの辺のもう本当に、うん大御所の方たちのをよく聞いててで知らぬ間こうカラオケとか行くとそういう歌を歌ったりとか、うん、まあよくなんか何歌ってたかなと思ったらこう荒井由実さんのとかユーミンさんの曲とかも歌ってたし、うん、あとあのビリーバンバンさんの、はいはいはい、君は覚えているかしら、うん、白いブランコとか、はい、なんかそういうのをもう自然にそうですね。でその後は、まあ、あの友達の影響とかで尾崎豊とか、はいはい、あとはたまにこうビジュアル系のバンドがちょうど僕らの世代の時に流行ってきたので ルナシーとかそうなんです、うん、ルナシーとかその辺でちょっと路線が変わってきておまあいろんな音楽を聞くようになってきてそうなんです。でバンドやってさっきあの、ねうん、あのお友達と一緒に来られたって話だったんですけど、はい、じゃあバンドで上京しようって感じだったんですか。バンドっていうか、まあ、2人組だったんですけど、はいはいはい、でよく福岡の小倉っていう町があるんですけど、はいはいはい、そこの飲み屋街で、うんまあ、高校卒業して、そういう飲み屋街でこう流しやってたんですよね。お2人で、でそこでまた僕らも勘違いしちゃってすごくバブリーだったんですよ。こういうギターケースにお金をポンってチャランチャランって、はいはい、もう自分たちで入れてたらねそうそう、うん、で僕らはもうあのリクエストされたらその歌を歌うシステムしてて、うんうん、システムでお客さんっていうかまあ、飲んでる方たちとかが通りすがりであじゃあ兄ちゃんこれ歌ってよで僕は歌うと自動的にこうやってはいっていうことがよくあって、はいはいはい、あっと思ってこれ稼げるんじゃんっていう話になって、うん、でもまあ、そのもっと稼ぐためにはどうしたらいいんだっていうところで、まあ、まずそこの飲み屋のお姉ちゃんとかと友達になるんですよ、はいはい、で飲み屋の姉ちゃんたちと人見知りの子だとは思えない思えない いやもうあの時はもう必死でした必死 で、うん、で友達になってそう友達になってじゃあ連れてきてよとかそういうなんかやり取りをしてて、うん、でそこで、まあ、またでも1日本当に10万とか稼げてたんですよ高校生卒業してから、それは勘違いしますね。普通のなんか別にアルバイトとかねそうそうそうコンビニとかでやるよりも全然いいじゃん、ね、いいじゃんと思ってしかもね歌にもなるし音楽もなるしそこでもう、うん、もう気持ち俺結構才能あるだとそうあるんじゃないかと思ってガーッともう東京行こうぜってなってなるほど、ねまあ、東京でもその時にその
効率よくねこの流しの人っていうのを続けているとまた全然違った道が、ね、そうですね、また違う、また演歌とかそういう道に行ってたかもしれないですけども、うん、まあでもちょっとこれは東京行こうと2人で、そう東京行って行ったんですけども、そんなにうまく、これで出るっていう話をした時に、はい、ご両親はそう、まあすごく賛成してくれて頑張ってくれて、それはなんかすごい結構じゃあ自由に育ててくれる感じ、そうですね、僕長男なんですけど結構自由にやらせてくれて、はい、僕これやりたいって言ったらこれを、でもう 学祭とかなると親がこうビデオ回しに来てくれたりとか、すごい、もうそうですね、で18の時にじゃあ2人組で東京出てきて、うん、そして池袋新宿六本木ってなってて、うん、でそれでなんか名刺レコード会社の人たちが名刺渡してくれたのも、ね、じゃあもう18、19ぐらい、そうですね、その時にそこからどうやってデビューしたっけ、それから、まあ、2人メンバー増えて、うん、じゃあ4人組でマッシュルームっていうバンド名だったんですけど、うん、じゃあフジテレビのオーディション番組を受けようって言って、で10週勝ち抜くとデビューできる、メジャーデビューできるよっていう、エブナイサタデーっていう番組がありまして、はいはい、まあ昔のイカ天みたいな、そういうところでこう10週勝ち抜いて、おー来た、そうなんです、すごいね、これでじゃあデビュー、デビュー決まりました、うん、デビューしてまあいろいろ僕もデビューが何年でしたっけ、2001年ですかね、じゃあ、はい、21ぐらいの、12年前に、はい、でもういや来たと思って、うん、俺らの時代来たと思って、どうといろいろ音楽番組とか雑誌とかも出させてもらったんですけども、まあどんどんやっていって、なんかこう自分の中でなんかうまくいかないっていう気持ちになってきて、まあちょうどまたね98年がピークで音楽業界がどんどんこういう風になっていくね、その最中にまさにデビューっていうね、そうなんですよ、だからそこでまあ今よくこう考えると自分が地に足がついて なかったのかなっていう、うん、なんか自分の意思っていうのもそんなになくて、うん、まあ言われたまんまにやってたっていうとそうかもしれないですけど、結構デビュー自体がちょっと目標みたいになってたところが、そうですね、うん、だからそれからの自分っていうものが初めてだったので、うん、あ全然デビューしたけどなんかうまくできないっていうか、うん、なんでこんなになんかいっぱい宣伝とかもしてもらってるのになんで売れてないんだろう俺らみたいな、うん、でもこういい曲とかやっぱ作っていかないといけないとか、うん、その時はあんまり僕オリジナル作ってなかったので、うん、作詞作曲の作家さんとかが提供してくれてすごくいい歌なのに、うん、あなんで売れないんだろうと思ったり、うん、でそこで結構なんか落ちた時もあったんですけども、うん、でそれで一人一緒に出てきたやつが脱退して、はいはい、で3人でじゃあまた名前変えてまあ、ファンゴっていう名前だったんですけど名前変えてじゃあまたちょっとバンドで頑張っていこうって言ってでまあいろいろ事務所とかも動いたんです移籍したんですけどまたねちょっとなかなかねそこでうまくいかず、うん、でずっともうなんやらかんや曲を作ったりはしてたんですけど、うん、でまあ2年前ですかね2年前にそのバンドが解散して、うんまあ、もう10年売れなかったらもうけじめつけようよっていう話になって、うんまあ、その子でけじめつけて、うん、で僕はまあ歌うことができたので、うん、ソロでちょっとシンガーソングライターでやろうと思って、うん、2年前から今こう活動はしてるんですけども、うん、やっとなんか自分のこう意思で歌えるっていうか、そうですねこれが歌いたいんだ自分はと思って、うん、でその2年前そうですね解散して1年経った後に高野さん、はいはい、高野勲さん、今日は僕ライブでお世話になるんですけど、はい、にお知り合いになってアルバムを作ったんですよ、はいはい、8曲入りの大田良一、うん、はいプロデュースしていただいて、うん、もう名前がタイトルですもんねアルバムの、もう僕最初ね枝田んぼん江戸の絵に田んぼの田で高田って読むんですよ、うんうん、でもよく枝、まあ、普通だと枝って読みますね珍しいイメージですよね、うん、枝って言われるからなんかね一時期ねちょっとね諦めた時期があったんですよもう枝でいいんじゃないかみたいなそう僕はもう枝でもいいかなみたいな自動車教習所とかで免許の更新とか、はいはいはい、よくもう枝くん枝良一さんって言われるんですよ、うんはあ、そっか俺もう枝でいっかと思って
病院とかでも枝さんはいっつってでもダメっていうのを最近感じて、ちゃんともういや僕はやっぱコーダだって言って受け入れずにコーダで行こうとダメ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 ってそれダメと思って、はいはいはい、最近はもうちゃんとコーダっていうことで今もうこのカタカナのコーダっていうのをちゃんとポンと出したいな、ね、前は江戸の絵に田んぼの田でコーダ良一がカタカナでやってたので、はいはい、それがアーティスト名でソロでやってたんですけど、でもなんかちょっとダメだなっていうことでカタカナで全部カタカナにして、はい、なるほどね。なんかPV が、はい、高野さんプロデュースの曲の PV があるみたいなので、はい、見てみましょう。はい、泣いて笑って、はい、この PV のアイデアとかはご自分で。そうです、僕がもう前からそのまたなんか違う人みたいですね。本当ですか。うん、痩せてますか。いや今も十分痩せてますよ。あ、そういう問題じゃなくて外見じゃなくて、僕のフジテレビの番組の時に AD だった方が、うん、今もうディレクターとか、まあ、フジテレビとかじゃないんですけど違う映像会社でもう結構お偉いさんになって、まだずっとそこからつながりがあって、がって、で今回ちょっと撮って格安でっつって、うん、お願いして、はい、ちょっと時間ない中ちょっと付き合ってくれたんですけど。声はもう昔からこんなに高かったんですか。低かったんですよ、すごく。でも、まあ、ボイトレとかも行くようになったし、あとストリートライブで歌うと結構やっぱり届かないっていうか、人に届けたいっていう気持ちが強くなるから声が大きくなるんですよ。あ、なるほど。うわーって。あ、それがやっぱり鍛えられる。そうですね、僕ら その前半、まあ、21、22の時とかはまだ機材っていうかアンプとかちゃんとなかったので、あ、生声だったんですよね。ビーロードってね、池袋の北口のところに東フレッシュが出ていて、本当治安が悪いところなんじゃないですか、ね、北口。昔はもう本当にもう20年前とか、ここ空論城かみたいな、なんかすっごい古い中国人しか住んでないようなマンションがあったりとかもね、そういうところで。でもあそこか、いや本当にいろんなそこから友達とかもできたし、まあ、ウィーロードはでも本当に僕にとってはスタート地点だな、うん、たまに池袋に行くと、あ、やっぱ俺まだ頑張らないととか、ちょっとあれ通ってみたいな。そう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 、あ、僕もでももう何度もあそこね通ったのが分かんないんで、うん、これはなんていう曲ですか。これは東京っていう曲ですね。前中島康隆君も遊びに来てくれて、はい、彼も東京っていう曲があったような。あ、そうなんです。これどこで撮ったんですか。これは渋谷の事務所の屋上で朝撮りました。この東京っていう曲はもう26ぐらい作って、もうずっと歌い続けて、アレンジとかもその場その場でこうどんどん変わってきてるんですけど、もう家族に書いた曲とか。先ほど歌ってもらった曲の PV もあるみたいなんで、はい、これはなんかアジアの子どもたちに美味しいものをご馳走する会という、はい、ご馳会というのがありまして、それの CD に提供された、はい、そうですね、1曲参加させていただいて、うん、まあ、そのアルバムが収益は全てこの、はい、まあ、アフガニスタンの農業支援とか、うん、あとはカンボジアのまあ、井戸掘り事業とか学校建設とか、うん、そして福島の方にも、うん、いわき市の方に、はい、まあ、ボランティア活動もやってるんで、そこにこういろいろお金をっていう募金みたいな感じで、はい、ちょうど僕がこれ、そうです、去年もうずっと前から曲はあったんですけど、去年にその僕の今本当にお世話になってるフォークシンガーの田代智恵さんっていう方がいまして、はい、その方はもうずっとボランティア活動、音楽をやりながらボランティア活動を出されてる方で、僕その方に出会って、今までずっとボランティア活動何かしたいなってずっと思ってたんですけど、なかなかやる機会なくて、
でもその方に会った時にもう小田くんさもう言ったんならやろうよって言ってくれたんです、うん、でももうその方がすごくもう説得力っていうかもう行動力っていうかもうね、もうやってる方だから、はい、もうはいっていう感じだったんですよ、うん、なんか福島の方にも結構ちょっと行ってるみたいな、うん、はい、どこに行ってます、いわき市、あ、いわきですね、はいはいはい、の方にあの瓦礫に花を咲かせましょうプロジェクトで、うん、はいはい、ちょっとあの震災の方で津波でこう小学校とか流されて、うん、ちょっと卒業式ができないっていうことになって、うん、でもその田代智也さんを中心にその学校卒業式を迎えさせてあげたいから、うん、あのそこの学校につこう通じる一本道に、うん、あのパンジーを植えようよって、でパンジーを植えたりとか、うん、あとはその瓦礫流されたところに跡地にひまわりを、うん、あの植えてあの咲かせようよとか、うん、そういう感じのことをしたりとか、うん、で今回はあの僕もちょっと参加は今回できなかったんですけども、あの引っ越しプロジェクト、もうちょっと仮設住宅を出ないといけないっていうことになっちゃって、うん、でそこであのトラックをこう1台買おうっていうことで、うん、まあ、いろんな方たちからあのお金をいただいて、うん、それでトラックを買って、うん、であのその田代智也さんって結構その自立支援があのなんかさせたいっていうか、うん、であの例えばカンボジアの方でも井戸掘りが、僕ちょっと去年行ってきたんですよカンボジアの、でその井戸掘り施設視察に行って、まあ、その現地の方たちにちゃんとあの働かせて、お金をもらう、うん、そういう支援を していこうっていう話をそう聞いて、あ、なるほどなと思って、うん、なんか僕たちがこう、ね、例えば日本の業者さんが行ってこう井戸を掘るとまた違くて、そこの現地の人たちが井戸を掘る、うん、自分でやる、自分でやってお金を稼ぐ、うん、で結構物乞いする女の子たちと子供たちがこう来るんですけども、うん、その子たちもちゃんと自分で知恵を、うん、こうどうしたら売れるんだろう、うん、だからそういうなんかバスとかガーって乗る前にこうガーって来るんですよ子供たちが、うん、でもなんかすごいもうこれ買ってこれは買ってくれたらこれもあげるからってすごい日本語で言ってくるんですよ、もう生きる術をもうすごくそこで学んでて、うん、で僕がね間違ってこうお金をあげようとしたことがあって、それがまあ、船をこう船のどこだっけな、湖があるんですけども、そこを陸上で水上で生活してる方たちがいて、まあ、そこでも暮らしてる方たちがボートとかで売りに来るんですよ、ジュースとか子供たちが、うんうんうん、でそこにゆりかごにちっちゃい子供を乗せて、でお母さんがふーってくるんですよ、でお金くださいで僕はあげそうになったんですよ、うん、じゃああげちゃダメって言って、これは子供を餌にしてもらう、それはダメだ、うん、見てごらんって、あっち子供が一生懸命ねジュースとか売ってる、うん、あれがこそちゃんとお金をあげないといけない、うん、そういうことをしなさいっていうことで、うん、本当僕もうそれまでなんかこっちにいる時は、日本にいる時はなんかそういう考えがなかったんですよ、うん、でも実際そこの場所に行ってそう感じて、あ、なるほどなっていう、その体験はやっぱり、うん、自分の今の創作活動とかにも、そうですね、やっぱり、うん、なんか当たり前のことが当たり前じゃない、うん、例えばカンボジアのそういう子どもたちも雨水を普通に飲んでる、うん、まだ全然経済が発展していないから、うん、雨水を飲んでる、僕らがね雨水を飲んだらもう本当に下して、うん、もうお腹痛くなる、それを向こうの人は当たり前、うん、でも僕らは水道水を飲んでる、このあれさ何だろうとか、うん、電気も普通にねこうやって使ってるんですけども、向こうに行けばタイの方から送電されてる、うん、で村の方に行けば全然明かりがない、うん、そういう電気のシステムがない、うん、わ、これは何だろうっていうのは本当に現地に行って僕は感じましたね、うん、もう全然こっちにいる時の考えと向こうに行っていろいろ活動してきてから全然考えが変わってきましたね、うん、でもなんかそこまでしっかりしたね、うん、もう今考えになってて悩みなんか全然なさそうに、そう、ね、一体何が悩みなんですか今悩みですか、うん、まあ声がちっちゃいのとそれは自分の努力次第ですよねそうです、うん、でもねなんか声ちそう電話とかも苦手なんですよね、でもそれって伝えたいと思ったら自然に大きくなるものじゃん、
伝えたいと思ってないからちっちゃくなるんじゃない。そうだと思うよ。そうなんですかね。もっと伝えたいっていう気持ちが溢れたり。あとね、なんかこう喋ってるとこうどんどんこうなんかまとまりがなくなるっていうか、起承転結ができてない。あ、それはあるもう変化球くるもんね。そう、変化球なんですよ。話にこう、今ちゃんと喋ってたけど、そう。でもまあ電話苦手なんだったら、別に電話苦手なんでメールでお願いしますって言えばいいんじゃないですか。SMS とかが今あるから、LINE でお願いします。なるほど。でスタンプをなんか可愛いスタンプを送れば、あ、電話が苦手なんだなっていう。で別に伝わればいいじゃないですか。でも本当にこう、そう電話がね本当にこう、あの例えばどっかから荷物が届いてますよっていう電話が鳴った時とか、どうしよう、取ろうかなみたいな。え、出なくていいじゃん別に。だって、いや、なんか取らないと留守電としてそれを処理すればいいんじゃないですか。処理すればいいんじゃない、自己処理すればいいんじゃないですか。かといってそうですよね、超ちっちゃくない悩みが、さっきすごい壮大な感じの悩み。いやだから、もうだからそういうんで充実してるから、ね、もうね、創作者としては充実してる、ね、今心持ちにあるから、日々のなんか小さな悩み与えていこうっていう気持ちになってる。まあでも最近一番その自分の中で悩んでるのはキャラクターが定まってない、はいすごい定まってないの。定まってないの。どう行こうかなっていう。私のアイデアとしては、役者をやればって言ったの。あの、いろんなキャラクターになれるとか。なるほどね。確かになんかあの星野源さん方面にね、行ったら全然なんか第二の星野源さんとかになりそうな。そうだからなんか表現するの大好きなんですけどね、なんか津田さんとかも裏も表もなくて全然ブレてないんだけど、ブレ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 ですもん。ブーってブレブレなんですよ。なんかだから全部他人と接するときにどんな親しくなっても絶対敬語で通すか、全部いきなりもうタメ語で、ローラみたいにいきなり全部タメ語にするか、どっちかに決めるとかね。そうだね、自分で決めたら楽ちんだよね。そうだよね。あ、そうです。そういう感じで、そういう感じで、そういう感じでね。どっちが自分に合うのかっていうのをね、決めてね。そうなんです。そこがね、僕ね、もう十何年音楽やってて、曲はで、じゃあ結構お客さんとの MC とかのコミュニケーションでも定まってない。まあたまにこう、まあ大体お客さんが大丈夫かな、りょうちゃんみたいな感じで、もう母親のような感じでこう母性本能を見てくれるんですけど。はいはいはい。まあ、僕もそれに甘えちゃいけないなとか、ちょっとこういう風に行こうみたいな、ちょっと来いよぐらいそんな30代もいいんじゃないかとか、もういろんなことがもう回っちゃって、どうしようかなと思って。キャラがね、キャラなんで、もう津田さんもう津田さん、津田さんだよ、ルミさん、ルミさんって感じっていう感じじゃないですか。まあ、この子どんなキャラなんだろう。なんかでも多分先入観で全員、あの、なんて言うんだろう、もう2枚目だし、なんか近寄りがたいみたいなイメージがあるんだと思う。だからまあタメ口でいいんじゃないの。タメ口で行こうか。それかなんか、あとはあとはプラスなんか、あの、すっごい常になんか、あの、社会派なことをずっと言い続けるみたいな。あ、そこはね、多分僕ね、ちゃん、ダメだと思うんですよね。そんなにメルヘンなこと言えば、じゃあもうメルヘンすぎて大丈夫っていう時もあるんで。あ、そうだ、そうなんだ。そうなんです。そこが僕の気持ちいいとこなのかなって思ったり、いやでもあんまり口数少ないのが自分だったりとかするんですよね。うん、まあ、そういう自分が別に嫌いなわけではないし、嫌いではないんですけども、こうやっぱ人様の前に出る時はなんかね、見てて。ちなみに友達は多い方なんですか。はい、いや少ないです。あ、友達を増やすっていうのが一番いいかもしれないですね。友達が増えていくと、なんかその友達との相対的な距離感でなんかキャラが定まっていくんじゃないかな。僕ってそう思われてるんだっていう発見があるかもしれない。でもね、十人十色っていうから、それぐらいみんな違うと思う。友達をいっぱいまず今その少ない友達とまた、はい、飲み会を全員とやってみて、俺のいいところどうだと思うっていうのを聞いて回って、でそうすると結構いろいろ客観的に見えて、でまた友達をなんか増やしてっていう。いや、僕ね、前ね、ちょっとね、八方美人でもうめちゃくちゃ友達っていうか、もう僕は友達と思ってて、あの、広げすぎたんですね。広げすぎてもうわけわからなくなって、もういき、もういいわ、キュッ、もういいやみたいな。もうなんかそう、だからその辺のね、なんかこう時代に流されてるっていうか、人に流されてんのかなっていう。
あったり、まあでも人の影響っていうのはね、もちろん受けても、でも自分のコアな部分って多分変わんないはずなんで、もうこの年まで生きてくれば。そうですね、あともうだからあと3年ぐらいしたら、もうちゃんと幸田良一っていうキャラがね定まってないと、ちょっともう不安定すぎるだろうって。自分のキャラが定まってないことを悩んでるっていう人の相談に乗るのは僕も初めてですね。なんかもっと高校生ぐらいならわかるけどね。いやでもそう、自分のキャラが定まってないっていうことが悩みになるんだっていうね。平和だね。いや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 、アイデンティティの話だからね。それはそうなんだと思うんですけどね。だからもうある意味なんかいろいろなんかことができるのかな、中途半端になっちゃうんですよね、でもなんかもっとそれだったらそのオンとオフをすっげー分けちゃえばいいんじゃないですか。人前で喋ったりとか歌ってる時はものすごくオンなんだけど、だからもう、まあ、それこそ矢沢永吉さんみたいにね、全然やっぱりもう矢沢とそうじゃないね、あの普段の矢沢永吉、ね、さんとやっぱり2ついるみたいな、オフの時はもう本当にもう無口で、それいいね、すいません、芸人さん、ことやもくよくない、芸人さん多いですよ ね、 すね、ちゃんと本当にこう、礼儀正しく、そっか、そういうのもそうですね、オンとオフをすごく、ね、過剰に分けてみるっていうのもね、いいかもしれない、津田さんも全然、僕はずっと24時間365日してて、こんな感じですね、家に帰った時も変わんないですね、朝からだいたいあんまり変わんないですね。いつからですかね。いやずっとですね。ずっとバイオリズム的なものがあんまりないんですよね。喜怒哀楽っていうか、こ、まあ、めっちゃあるよね。喜怒哀楽はまあありますけど、あるけどでもね、多分ね、人よりかは多分少ないんじゃない。本当我慢しなくない、あんまり。あ我慢しすぎるんですね。そうなんです。人に気を使うとか。あと喜怒哀楽っていうか、もう怒ることがあんまりないから、どうこう表現していいかわからないです。でもなんか僕もあの怒りとかいろんな感情がね持続しないですよね、怒ることもあるけど、そう言うからじゃない、ちゃんと、まあ、怒りが全然持続しないで、喜びも持続しないから虚しいなみたいな思ったりとかね、そういうのねありますけどね。すごい津田さんの瞳がすごくキラキラよく言われます。うわ、いやいやいや、ねえ、そうか、ね。でもそうか、キャラね、どうすればいいと思う、キャラ定めるには。でもまあその人によって違うじゃん。母親に対しての自分のキャラと、ね、ここに出てる人と。平野啓一郎さんっていう作家の方がいて、あの、芥川賞を取った、僕よりもちょっと若いぐらいの世代の、平野啓一郎さんが最近小説じゃなくて、あの文人とは何かっていう本を書いたんですね、それ面白いと思うんで、多分ねそれを大丈夫、アーカイブ残るから、後で見れば、はい、それをねちょっと読むのね、おすすめします、最近ちゃんとね本あの読めてないんですけど、あれ多分ね2時間ぐらいで読めるんで、新書なんで、でもパッと本当に読みやすいもので、津田さんの本を紹介して、ね、そう先ほどねいただきまして、津田さんの本をね見たいと思うんですけど、はい、ぜひぜひ、なんか文人とは何か、要するに人、あの平野さんっていうのは、まあ人っていうのは今あのルンルンが言ったみたいに、まあ、母親と会う時の自分と高校時代の友達と会う自分と大学時代とかね、全然やっぱいろんなところとのところで自分っていうのは違う、でいろんな自分がいる中で一つの自分になるんだみたいな、っていうふうに思うと結構いろんなことが楽になるよみたいな、多分ねあれを読むと生き方が楽になるんじゃないかなっていう、なるほどね、そうですね、そうするとなんかそれで、あなるほど、ここにはこの、まあ、オイルに出ている、あの津田大輔と、だからまあ普通に NHK に出てる時の津田大輔やっぱ違うし、っていうなんかそういうものが、あのそうするとなんか、あここはこの文人がいる、このパーソナリティがいるみたいな思うと、あの幸田さんも、あライブで歌ってる時の俺と、家でなんかぼーっとしてる時の俺みたいなのも全部、でも全部俺なんだっていう風に思えるようになると思うので、そうするとみたいな、いやいや、あの本本当面白くて、これ面白そう、そうそうそう、多分なんか抱えてるお悩みが多分かなりでだいぶ解決すると思うんで、一個悩みが多分解決できた気がする、本当ね、読むといいですよね、これまなんかこう週1ぐらいでお会いできたいろんな悩みが、細かい悩みがいろいろ、そうそうですね、いろいろあるんですね、はい、でもそこがなんか一皮むけたらまた、ね、よくなりそう、そうですね、もっともっと、だから僕ちょっと30代はもうそのなんか弱みとかも悲しみとかも全部こう出していきたいな、そうだよ、カッコつけてる場合じゃないよ、ね、そうカッコつけてる場合じゃないんですよ、もう本当にもう僕は人間なんですっ
でこんなにあの辛いけど歌いますっていう、うん、なんかそれを正直に言える人間になりたいなと思って、ね、気づくの遅いんですよ、多分25ぐらいもうすごい変な髪型とかすればブッサイクにしたいわ、もうねその辺とかめっちゃ考えたことある、ヒゲ生やしてとかもうだからなんかこうなんかやんないとなんかとりあえずだからあの全部なんかタンクトップと浜城みたいにタンクトップとかにしてなんかタトゥーのそれシールとかシールとかあってベビーズの稲葉さんみたいに半ズボンそれでいきなりライブに来たら結構いろんななんかね反響があるじゃない芸人さんになってますけどね楽しいよ、でもなんかこうしないと、うん、もう本当にあのね生き残れないっていうか、うん、まあ、いろんな人にやっぱ知ってもらえるためには何かをこう発信していかないといけないっていうのはもう十二分に分かってるんですよ、うん、でもそのな何をしていいのかっていうのが今の一番そのね、うん、でもデビュー、ね、されてからやっぱりずっと、はい、もういろいろそっから先いろいろやってね、はい、あのバーッとすごい売れてない時期も結構長かったじゃないですか、でもその下積みが長いのって、うん、でもあのこっから先なんか注目されて売れるようになっても、うん、多分あの浮かれなくて済むと思うんで、すごくいい経験になってると思いますよ、それ、 いやそれはすごく、はい、うん、そうなんですよね、うん、いやなんかすごく安心感があるなんか守られてるするんですけど、不思議な、いやいや、でもじゃあそんな、はい、ね、高田さんのねちょっと歌を ね、 そうですね、そろそろちょっと準備をしてもらってよろしいですかね、はい、準備を、はい、はい、じゃあこちらの方でちょっと準備をしてもらっていい、こちらの方で、こっちなんですね、はい、はい、こっちなんです今日はね、はい、はい、そっちでライブやるの、うん、違うの、違うの、あの今日はねサプライズ的な、うん、坂野勲さんがサポートで、はいはいはい、高田くんのサポートで来ていらっしゃるんですが、はいはい、めぐみちゃんもお、あの一緒にライブ、私大阪に一緒に行ったりしておいらっしゃってますよね、じゃあ、あの準備の方をお願いします、生で今日はめぐみちゃんが、はい、なんか フランス人みたいな髪型してるよね、フランス人みたいだって、うん、あら嬉しい、ボンジュー、ボンジュー、なんで座ったの早く支度しろよみたいなはい、はい、今日は来る、寂しそうに犬かと思った今錦糸町から錦糸町から出勤してまいりました。ハーミンの現地名は何でしたっけ？現地名ですか？現地名って何ですか？現地名がわかんないな。ちょっとここ座ってください。現地名上にね。じゃあなんで知らないんだったらなんで現地名ですかって分かったように今答えた。現地名って何ですか？知らないの？現地物語がよくわかんない。キャバクラとか、はい、まあ、あのそういう水商売やられてる方が、うん、例えばともみですとかあやかですみたいな、はい、未来って書いてミクですとかそういう、はい、まあ、ペンネーム的な、そこでのペンネームじゃないよ、だってペンネームっていうのは書くときのあれだからハンドルネームはネットで書くときだけど、そこでの通り名的なね、通り名かっこいいですね、あ、まあまあね、あ、じゃあちょっと名付けてください、名付けてあげよう、じゃあ明美で、明美、じゃあどうも明美です、大丈夫ですか、明美、明美って明美っぽいなと思って、あ、明美っぽいですか、まあともみなんですけど、うん、ちょっと近いね、本当ですか、ともみのがお悩みいっぱいあるからちょっと津田さん聞いてあげてください、本当に、いやでもな、悩みってな、自分で解決できる能力がある人じゃないとなさっきしてほしいって言ってたの、なんかすごいもうなんかさっきからすごい安心感があるみたいな、すごいいい空間みたいなことを、うん、ね、高田さんおっしゃってて、うん、どんなあったかい空間なんだろうって今ここに来たらなんかいろいろ聞いてます、あ、でも錦糸町のキャバクラで働き出したら、はい、なんか新しい世界が見えるんじゃないかな、本当ですね、大体悩みが多分解決するんじゃないかな、あ、そうだね、大体の悩みが、大体の悩みがもうくったらない悩みだったなって、美味しいものが食べれるし、そう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 、お金はもらえるし、ちょっとじゃあ転職を考えいや別にだって転職でもいいじゃないですか、副業でもよい、大丈夫ですか、副業、そうそうそう、オイル副業大丈夫ですか、でそれで、それであの夢を追ってるのっていうと、そこになんかすごい町工場の、ね、社長さんとかが来てみたいなね、な、応援してあげるよみたいな、すごいすごい、うん、すごいすごい話になってますけど、スポンサーつくよ、スポンサーが、ね、あ、つけ、あ、その行きましょうスポンサースポンサーを探しに錦糸町に働き出稼ぎ、あのオイルのスポンサー探してくれて、そう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 、オイルのスポンサーあの錦糸町に、うん、ちょっと探し、いるいる、絶対いる、本当ですか、錦糸町にいなかったら柏とかにいる、あ、千葉の方に、そうそうそう、柏にいなかったら松戸ぐらいにいると思う、あ、本当ですか、じゃあちょっと点々としながら、うん、あ、
めぐみさん。でもよくなんかあの娘ができたら一回はちょっとそういうお仕事、うん、バイトをさせるたいっていう人もいるよ。礼儀が身につくから、あ、そうなの。この人のこう、それはでもそれはどうなの？でもまあまあ高級な方ね。ああ、要するに銀座のね。男の人見てるっていう。銀座じゃなくて銀座の。銀座の銀座ではなく、はい、銀座とか。でも地方とかに行くと大体地方っていい大学って国立大学でしょ。うん、国立大学ぐらいしかいいところがなくて、はい、そこのところの女子学生って大体そういういわゆるクラブ。クラブ、うん、クラブじゃなくてなんかクラブクラブなんかママさんがいるようなクラブ、割とちょっと高級な感じのクラブでバイトしてる子って大体地方のそういう頭でいい学生で、もう他にだからあんまそういうあのまあだから来てる人とちゃんと話も合わせなきゃいけないからって頭の良さが必要なので、そうだね、新聞も読んでないといけないし、そうそうそう、あ、津田さん行ったんだ、地方に行った時なんかあの連れてってもらった時になんか山形だったけど山形大学の学生だったりする。知的でしたか？知的でしたね。そうか、あれちょっと前までさそういうクラブ行ったことないとか言ってなかった？あ、キャバクラは、キャバクラはね、まだない。違うんですよ、去年初めて童貞をしてたんですよ。え、そこだけ取ったのキャバクラ童貞をずっと捨てられなかったんですけど、うん、なんか去年のちょうど1年ぐらい前に連れて行かれて、うん、おー、うん、まあすごい辛かった。うん、辛かった？辛かった？だってこっちが話し合わせなきゃいけないんだって。辛いってどういうことですか？聞いてくれないの話を？いやなんか、うん、なんか、ね、ずっとやっぱりほらインタビューが多いので、はい、でこういうところも聞き役が多いじゃないですか、うん、なんかだから俺の話してもしょうがないんで話を聞くんだよね。で聞いてでツイッターとかやってるみたいな話話のあれが話題が特にないから、はい、何やってんのツイッターとかやってんのみたいな話になってツイッターの画面見せてもらって、うん、へーみたいな、あツイッター今流行ってんだみたいな、うん、あ流行ってんだ、女優、あ女優の卵、あいいんじゃないみたいな、頑張ってみたいなあ多分すごい合わせてこの卵は多分孵化しねえなみたいなひどいっていう、そういうね。明美はどうかな？明美はね、明美は有性か無性かね。まあちょっと見極めがあれですか、お茶を濁した感じで、はい、その中で準備ができたみたいな、はい、ちょっと先に幸田くんの前にめぐみちゃんが歌いたいと思います。じゃあ自分で曲紹介とかしてくださいね。はい、高野さんの紹介もお願いします。はい、はい、今日は高野勲さんにキーボードをお願いして歌いたいと思います。はい、春子さんプロデュースで春子さんにプロデュースしていただきました。聴いてください、トラムに乗って。この星の上で一番遠い場所にいる私は今日も傘を広げて街を飛び越えどこでも行ける。一言足り
ありがとうございました。続きまして幸田さんのライブです。お願いします。スタンバイお願いします。ありがとうございます。マイクスタンドにかけて、オイルインライフ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 、オイル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 インライフ、オイルオイルインライフ、オイル。はい、あの音楽番組オイルインライフなんですが、この空間にいる皆様、ぜひ手拍子よろしくお願いいたします。ロックンロール、ロックンロール、ロックンロールをかき鳴らす魂、もう無我夢中になって、オンボロギターを弾いて、もっとロックンロール、歪んでいる毎日を、 Come on baby、 Come on baby、 流行りのフレー、複雑なメロディー、一晩中悩んでたって、思いは一つだけ、 Everybody sing a song、 思い切り声に出して叫んだら、自由な風が吹いた、これこそがロックンロール、 自分のためだけに歌ってやるさ、 ロックンロールミュージック。お金もなきゃ、時間もないけれど、嫌になれない、やめられない。これしかないな、 Everybody sing a song。
自分のためだけに歌ってやるさ Rock and roll music, music Rock and roll, rock and roll かき鳴らす魂もう無我夢中になって おんぼろギターを弾いて いつもロックンロール ロックンロール 憧れなんだ いつかそんな歌を歌えたらいいな さあオイルの皆様ここでロックンロールを聴かせてください皆さんのロックンロールいきますよちょっと僕が歌いますそれに続けて歌ってくださいいいですか
二人茜色の空を頬寄せ合い見上げて、君を守ることが僕の生きる印さ、いつも君のそばで僕はこの歌を歌い続ける、胸いっぱい I love you、 離さないよずっと、僕の未来には君だけ。ありがとうございます。改めまして幸田良一です。今回ですね、僕は2年前に、アルバムを幸田良一っていうねアルバムを出したんですけども、その時に、プロデュースアレンジをしてくれた、今日は、僕のサポートをしていただいております高野勲さんです。巨匠よし、先ほどちょっとトークの時にですね、まあ30迎えて、バンドも解散して、さあこれからどうしよう僕はと思った時に、まあなんかすごくいろんなことを悩んだりして、音楽やめようかなって思った時もあったんですけども、でもなんか最後の最後になんか笑えたらいいなと思って、曲を書きました。今はもうなんかその時は自分のねために書いた曲なんですけども、今はなんかいろんな人が背中を押してもらえた、ありがとう、そういう言葉をね聞いてから、なんかやっぱり僕は今はこうやって、誰かのためにね少しでも背中を押せたらと思い、この曲を歌い続けております。泣いて笑ってっていう曲を聴いてください。たった一度の人生、自分を殺していませんか。孤独になって心閉ざして悲しんでませんか。だけど一つの命です。あなたが誰よりも主役で、自分が自分でいられることが何より幸せで、胸が詰まる不安な夜もあっただろう。だけど生きることを思う以上にずっとずっと素晴らしい。泣いて笑って泣いて最後に笑えばいい。二度とない人生に無駄はないよ。泣いて笑って泣いて最後に笑うために自分で歩む道を、道を信じて。大切な人を亡くして命の尊さ知りました。あなたは最後までずっと笑顔忘れずにいたよね。その強さに何度も何度も救われたように、これから僕が誰かのために笑っていいよ。
孤独になって心閉ざして悲しんでませんか。泣いて笑って泣いて最後に笑えばいい。二度とない人生に無駄はないよ。泣いて笑って泣いて最後に笑うために自分で歩む道を、あなただけの道を信じて。僕の中で恒例となりました。これを見てくれてる皆さん、映像の向こう側の皆様、皆様の声が聞こえたらなと思います。なんかネットの前で聞いてくれてたら嬉しい、歌ってくれてたら嬉しいなと勝手に想像しておりますけども、まずはこのスタジオにいる皆さんの声が聞きたい。いつも勝手に振りをしておりますけども、いいですか、ちょっと僕が歌うフレーズをカモンって言った後に歌ってください。どうぞよろしく。シャンラン、手拍子もくれたら嬉しいなと思っております。それではお湯の皆様いきますよ。ちょっとお声を聞かせてください。ご覧の皆様もぜひ恥ずかしがらずにぜひ歌ってください。シャラララですよ。いきますよ、もう一回、ワン、ツー、スリー。シャララ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 、カモン。シャララ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 。シャララ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 ラ、カモン。シャララララララ。どうもありがとう。という曲を聴いてください。 1, 2, 1, 2, 3, GO。 最後に皆さんで歌うところがございます。よろしく。僕らがあの日夢見た正義の味方とか、今じゃ空に帰ったような話であったんだ。真っ白なワイシャツを着て時計を気にしながら、足早になってる気持ちを少し遅らせてみた。月ラッシュに急行電車
きましょうか、おされ押し返しの満員電車に揺られ、ロックのミュージック、イヤホンのボリュームを上げてみる。電車から移りゆく景色をぼんやりと眺めては、限りなく広がるあの空に思いのレールは続く。校内放送に改札渋滞、気持ちを乗り換えてさ、ここ抜け出してゆこう。シャララ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 、ウォーウォー、ファイティングリーマー。ヒーローにはなれなくてもいいのさ。おう、シャララ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 、これから守る人がいる。さあ、笑顔で行きましょう。皆さんの出番でございますよ。いいですか、シャララですよ。いきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ゴー。シャララ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 、カモン。シャララ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 、カモン。シャララ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 、カモン。オイルのスタッフさん、皆さん歌ってください。シャララ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 、カモン。シャララ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 。オイルのスタッフの皆さんはもうちょっと歌ってほしいな。いいですか。オイルのスタッフさんだけですよ。いきます。シャすごい、ありがとうございます。それでは皆さん、最後に一緒に歌いましょう。シャララ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 、カモン。シャララ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 、カモン。ラスト。皆様ありがとうございます。そしてご覧の皆様ありがとうございます。こちらよかったら、あ、本当ですか、はい、ライブ告知をしますので、はい、高野勲さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あ、というわけでミミ、お願いします。はい、はい、失礼いたします。あけみや、けみやでた。どうも、どうも、あけみ、こんばんは。失礼いたします。はい、それでは、はい、甲田良一さんのライブ情報です。黒岩のりひで、そし
して幸田良一、こちら3月20日水曜日川口のショックオンにてライブが開催されます。こちらは、合計3回のステージとなっておりまして、3ステージするの？実はあの普通してたんですけど、はい、この時は特別で、うん、バンドで最後に3ステージ目でやろうっていう。あ、じゃあ全部違う感じで、はい、違う感じで見られる。はい、ので皆さんぜひぜひ。これなんか3回チケットみたいなないんですか？はないです。もう2500円で入れ替え見れちゃいます。入れ替えもなしでずっと見れる、珍しい、歌舞伎みたいですね。お買い得っていう言葉もちょっとあれですけど、はい、ぜひぜひ、はい、はい、そして続きまして、はい、あ、これはねもう終わっちゃったんですよ。2月23日だから、はい、あれお、どういうことだこれは。これもうねこの前終わっちゃいました。はい、終了いたします。読む前にこれ気づくんじゃないかなこれ、ね、2月23日はい、これです。はい、こちらこれ、はい、3月6日水曜日、はい、来週ですね。はい、代々木のブーガルにて行われます。はい、こちらなんとですね、はい、前売り予約の方には、はい、幸田良一デモ音源がプレゼントされるということで、ちょっと3月はお買い得でっていうか、はい、これはデータですか、はい、CD ですか？これ CD です。あ、CD というかリハ音源とか、うん、今までちょっとない感じの CDR で、はい、はい、CDR で、はい、なるほどね。でもね、来てほしいんですよ、もうそれをこうね、それのためにみんな来てくれないので、なるほどね、人を集めていくっていうね、はい、もう本当に最後までキャラがわからないですけども、そうなんです。さっき思ったんですけど、やっぱ毒がないな。毒あるでしょ、ありまくりでしょ。毒はあるの？毒はあるの？腹黒いところ、今日でも腹黒いところ引き出せなかったね。引き出せなかったね、ちょっといい。もちろんまたよろしくお願いします。帽子脱いだ。はい、トモミン、はい、以上です。はい、ハケミありがとう。はい、わけでね、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらの方にはけていただいて、高野さんもこのタイミングでよかったら、はい、仲良く、仲良く、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そんな感じでね、楽しかった。どうしたの？楽しかったですね。何があったの？まだある。え、どういうこと？何、どうしたの？何があったの？ライブが、なんでそんなことになった今。ライブが2曲あんだけど、さっきの曲が盛り上がっていたから終わった感じのあれになったってこと。そうなんです。アンコール、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 あれ、アンコール、何これ、アンコール、史上初の流れです。アンコール、はい、はい、これチャンスじゃない、これ、うん、これオイルインライフ初のアンコール、初アンコール。すごい、なにこれ、誰ちょっと、はい、え、これ、じゃあ最後の1曲っていう感じで、じゃあ、あと2曲やってください。2曲やっていいですか？もちろんもちろん。あら見たことない、ね、コーナー領地で、ね、僕もさっきの曲で盛り上がっちゃって、もうそのあ、これで終わったっていう感じになっちゃったから珍しいな、こんな。どう考えても最後の流れだったよね。僕もちょっとね、最後はこんなんか風な感じでちょっとやっちゃう。腹じゃなくてみんなも巻き込むね。すごいね。え、じゃあちょっとあと2曲ほどやらせていただきます。あの、どうぞお座りになってて聞いてください。すいません。ホームレス、明日の行方探し続けてる。孤独で賑やかな街、挫折、後悔、不安、苦悩、葛藤、灰色の空が特徴は、
くすんで打つ人混みの中、あの日の君が見えた気がした。ボロボロになってもこの街ですっくり知性のワシリンと輝き続けてる、輝き続けてる。泥臭くて自由な街、煽られて流されて吸い込まれる東京。果てない夢を枯れないように、潰されないように、この地に思いを刻んで東京。まあ、僕の支えとなっている両親の大きな存在、遠く離れていても僕の心の中にずっと消えない、消えない、希望の明かりを灯してくれる。優しくて冷たい街、憧れて追いかけて、リフレクターという曲を聴いてください。この手を解いた急に
中に行かないで行かないで、胸の中で叫んで声に出せば声に出せば心癒してくれた後悔するたび自分の弱さ知る離れて気づいた不器用でもいい情けなくてもいいからこの行かないで行かないで胸の中で叫んでも僕にとって、ね、君は大切な人本田龍一でした。どうもありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ロックだったね。うん、ロックだったよ。汗かいたね。よかったよかった。もう言っていいんですか。もうなんか言いたいことが。言いたいこと。はい。毒のある人間になっていくようにちょっと高野さんにの提供。高野さんにプロデュースしてもらえば。もう毒あるもう僕もあのいいんですよ。何高野さんみたいな、なんか素敵よね。うん、何そのお腹なこんなこんな、なんか思いが。なんか笑いながらすごいあのすごい毒舌とか入ってる、ね、あそれいいじゃん。観客に今日はみんな来てくれてありがとう死ねみたいな。ロックだね。ロックだね。須田さん道場にちょっと。いやいやいや1ヶ月ぐらいちょっとお世話になるの。太るよ太るよ。太りたいの。あんまりね、あんまりあの学べるところないと思うよ、ね、あの学ばない方が。でも楽になる方法はいろいろ多分知ってるんでね。楽になる方法例えばなんかあの、うん、なんだろう、だらーって寝るとかね。寝るの大好きですね。かっこつけないじゃん。またまあツイッターをずっとやるとかね、うんうん、ツイッターも大好きですか。あ、僕はツイッターに寄って生かされて。まずやったら、やってないの。あ、ツイッターやってないんです。やったほうがいいですよ。あの公式のグリーっていうブログがあってまして、それは毎日のように頑張って書いてる。あ、そうだね。あ、もう、はい、そっからじゃあもうツイッターに。ツイッターやったら、グリーをやめちゃって。ツイッター、そうですね、ツイッター。
これ壊れるよね。自分は壊していけると思う。炎上しないですかね。大丈夫です。なんで炎上したら美味しいと思えばそうだよね。それやっぱ発想そっちの方が嬉しいよね。ですよね、うん、もう何かこう炎上したら大変なことが起きたんじゃないか。ニュースに載って宣伝になるもんね、うん、あ、小田良一って人がいるんだって。どういうことで炎上するんですかね。いやもうなんかもうあの思ってることをなんか大体言っておくと大体炎上する世の中はできているので確かに。思ってることを素直に、そうそうそう、しかもその前にちゃんとこう影響力のあるところま ところまで行って、こことここがねリツイートすればもう最大すごい影響力、今20万人ぐらいですか。25万人ぐらいです。4万人超えたんでね。なんかすごいあのちょっとなんかすごい毒づいた発言とかを見たらそれだけピックアップしてそれだけピックアップしてこいつすげーっつってね。あ、でもそれある意味毒のあるアーティストっていうふうに思わ認識されるかもしれないですね、うん、まあそれが望んでるかどうかっていうね。そう、そこなんですよね。そこもちょっとブレないでよ。そう、ブレない。流されてるじゃん。まずはツイッター、友達増えるかな、うん、友達を増やしましょう、まずは。そうです、ね、ここも出会いよ、ツイッターだし。あ、そうなんですか。そうです、そうです。今の世界って本当にすごいですね、うん、僕もやっぱり海外のさ、あのこの前カンボジア行った時にあのトゥクトゥクの運転手さんとめっちゃ仲良くなって、うん、トゥクトゥクね、英語できないですけど翻訳機で。それ何したん、メール、パソコン、はい、メール、フェイスブック、フェイスブック携帯で、はい、メールで。でも、うん、ハッピーバースデーって送ったんですけど、ライ君って言うんですけど、うん、もうずっとメールやり取りしてたんですけど、この前誕生日であの連絡したんですよ、ハッピーバースデー、うん、それからあの1ヶ月後ぐらい連絡がないっていう。大事、生きてる。いや、友達辞められたかもしれない。あまあ、あのメールなどですかね、間違ってるかもしれないっていう、ね、そうね、いろいろありますね、うん、あ、そういうプラス方向。そう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 、そうそうね。そんなわけでね、こんなあのブレないように、はい、ブレないようにね、ライブもありますんでね、はい、ぜひぜひ、はいはいはい、生の踊り落ちを見てくれてほしいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでね、はい、これもまたすごい読むのが楽しみだけど、うん、まあ、これをね、あの小田さんに読んでもらってね、うん、そうだね、ツイッター始めてもらうとね、いい指南書になるんじゃないかなと思いますけど、ね、あのミンミンの2人もね、これなら楽に読む、まあ、この前のやつとかね、めっちゃに一行も読んでないよね。いや、そんなこと読んだ読んだ、前書きまで結構難しかったですよ。まあそれに比べるとこっちは1時間ぐらいで読めるね、サクッと読める本なので、はい、なんはい、でボリューム、52が3は次は3はですね、なんと来週になってしまうんですけれども、ね、はいはい、3月4日月曜日、9時ぐらいから、津田さんも俺も出るんですよね、はい、2週連続で、そうですね、はい、やったー、ね、あの田中ゆきみちゃんという元アイドルなんですけど、メロディーという3人組の、はいはいはい、で一番人気だった子なんですけど、なんかいろいろ共通点もありつつアイドルトークを、はいはい、今あの歌シンガーとしてやってるんで ね、 なるほどね、はい、ぜひぜひ楽しみにしてください。はい。はい、ということで、はい、また来週お会いしましょうって感じですね。お会いしましょう。お会いしましょう。おやおや。はい、どうした？あの、いいですか？言ってて、はい、さっきの海外ドラマ思い出したんです。何？あの、はい、カメラの前でお願いします。スーパーナチュラルっていうあの海外ドラマで、うん、あのタイムラインで教えてくれたんです。あ、よかったね。はい、ありがとうございます。ツイッターすごい。じゃあ覚えたての英語をどうぞ。はい。It's okay. 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 大丈夫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 。It's okay. It's okay. また来週お会いしましょう。いいね。バイバイ。バイバイね。暗い。にとっておいくらかしら、今夜の
急に